皆様おはようございます。おはようございます。作ってるメインの食品というのがマーガリン、バター、それからホットケーキ、そしてチーズというふうに4つあります。様々な美味しく安全な食品をお届けするためにどんな取り組みをしているのかご紹介しましょう。下まで下ろしていただいたらこう開きますので。これが、海外からこちらの方に送られていきます。スモークチーズだっけ、あれのなんか一気にその皮をなくす機会が早くて面白かった。今ちょっとあの手元の方にですね、各工場で作っているチーズご用意させていただきました。ミスターフォードは出てきます。うちの工場の中で加熱してないチーズですね、キャンディーチーズが一番美味しかったっていうと圧倒的大人気。現状年間のやっぱり売り上げとかその日の気候とかによっても結構変わってくるものですね。大体のマスクを作ると 1.5 倍ぐらい厚みの方がチーズの方があります。ですから引き詰め的な生産量も冬の方が多いっていうそんな感じですね。結構大事なのは事業内容もそうなんですけど、どういう思いで会社をやっているのかっていうのは、働いていただく社員のためにも、社員を通じてお客様にこう提供するためにもですね、理念とか最近は行動指針とかそういうのを大事にして、まあ、できた頃からの社税というか、まあ、より良い暮らしのお手伝いっていうのを当時の経営理念としてやっていました。屋根の点検だったり外壁の塗り替えっていうのは、ドローンを飛ばした上で屋根、お客様の屋根ってこうなってますよっていうところを実際に写真とかで見てもらえるような機材をして用意してます。前に倒すと、スタート。どの辺が？コーヒーメーカー。本物もこの辺であります。絵で見て感覚でわかるので、全然建築とか知らない人でも同じように。これ押してもらっていいですか？いいです。あ、そう。うん、はい。あとソファ。仕事やってでどんなやりがいがありますか？私、子供が今3歳の子がいるんですけども、その目線でのお客様とこうお話ができたりとか、女性ならではのこう主婦目線でのこうリフォーム提案ができたりして、それでご納得いただけると大変やりがいを感じております。リフォームのインテリアデザインが一番楽しかったです。いいお部屋できましたか？できました。工場の見学がすごい、作るチーズのなんかものによって使ってる機械とかチーズも違ってて、それがすごい興味深かったです。